こんにちは、稲葉です。パソコンを家以外の場、例えばワークスペースとか職場なんかですね、そういうところで使うときは、何よりも大事なことは、データを守るということです。取られるというほどのことはなくても、見られるというのは避ける必要があります。そのために何をするか言うと、離れるときにロックしますね。ロックは必ずします。で、その方法は一般的にはこちらです。ショートカットキー。ウィンキープラス L でロックすることができます。で、今回は別の方法です。はい。iPhone を使う方法をお伝えします。こちらのように。はい。はい。離れたら、パソコンはロックされます。で、この方法をお伝えしますけど、Android でもできます。はい。はい。では、始めます。Windows の機能を使います。はい。まずですね、Windows と iPhone ですね、Bluetooth で繋いでください。はい。こちらからやりますね。はい。デバイス追加から。はい。Windows はこの iPhone を検出します。はい。はい。OK。で、このピンコードは iPhone の方にも出ますので、こちらの方でも許可言ってください。はい。これで、二つのデバイスが繋がりました。Bluetooth で繋がってるというのはポイントです。はい。次に、アカウントに行きます。ここですね、サインオプションというのがありますね。ここに入りまして、下の方に、これ、動的ロックというのがあります。英語ではダイナミックロックというんですけどね。はい、ここで、はい、チェックを入れます。はい、これで設定は終わりです。はい、簡単に設定は終わります。で、どうやって使うのかと言いますとね、席を外すとき、コーヒーを飲んだり、トイレに行ったりするときですね。これを持っていけば OK です。3、5メートルぐらい離れたときに、Bluetooth の接続が切れて、Windows はロックされます。面白い仕組みですね。はい。あなたの大事なデータを iPhone で守ってください。はい。Android でも OK です。はい。では、これで終わります。お疲れ様でした。では、また。